はいありがとうございます今日はですねちょっと時間がありますので、えー、多分皆さんもう寝ちゃうかと思うんですけど、えー、もう一丁やっちゃいましょう。はい、えー、マリリンさん、どうもありがとうございます。あのハーネスはいつ頃から使い始めたの私が初めて見たのは、キミオナがまだ韓国で、マ央さんに対抗するため、トリプルアクセルを習得しようと、えー、してた頃です同じですね僕もそのように記憶してます。 なさんが使っっててて何これと思ったの記憶覚えてますね、うんえー、だから15、6年前かな。しかし、オーサーコーチに指示してから、えー、オーサーがトリプルアクセルをやめさせたので、ハーネスは韓国時代ということです。ああ、韓国でしたね。ってことは、日本でも何年か前から使っていますよ。主に4回転を飛んだことがない選手に使います。えー、それは4回転の空中感覚を体感するためです。 えー、なぜそんなに見かけないか、それはハーネスを使える人が2年前は1人しかいなかった、あ逆にね、うん、1人が全国を回るから、1人の選手にかける時間が20分くらいだからだそうです、えー。選手にスピードとジャンプのタイミングを合わせなければならないからです。えー、4回転が飛べる選手は、えー、空中感覚を得るためであるから、そんなに必要はありません、えー。羽生さんもだいぶ前に4回転アクセルを体感するのに。 王さんのところで体験をししていましたよねところで羽生さんは王さんのもとに4回転アクセルのヒントを得るために行くのか私は行かないと思います短期間としても羽生さんはお母様も一緒に行くだろうし飛行機に乗ることは気圧の関係でぜんにはよくありませんコロナのこともありますもしヒントならリモートでも良いでしょう羽生さんの4回転アクセルは完成間近なんですからね プロスケーターとして準備があるだろうし、体の危険をしてまでカナダに行くっていうことはないでしょう。あ、ないですかね。なるほど。うん。えそして、マルニンさんボイトです。デイビッド・ボーイといえば、えっと、戦場のメリークリスマスの映画で坂本龍一さんと共演しましたね。確かにロックミュージシャンの中で超美形ですね。 ステファンと似ているかといったらデイビッド・ボーイはかなりスリムなんでステファンのようなセクシーさはないですねデイビッド・ボーイは宇宙人のようなイメージかな人間臭さ,さがないと思いますうん確かにそういえばあの戦場のミリークリスマス出てましたねうんちょっと僕もしかしたら勘違いしてたかもしれませんね エミリーさん、ありがとうございます。昌、え、く、ー、君は表現で天才的な芸術性を持っていながら本人もそれでちやほやされたと話していましたが、えー、そのあと56年も、えー、思うようにジャンプが飛べない時期を経験しながら、えー、腐ることもなく、えー、芸術性にさらに磨きがかかり、えー、ジャンプがなくても全日本で最終グループを勝ち取りましたね。これは2014年だったかな。うん、ステップスの時だった気がしますね。 ーそんな昭馬くんが今空前の4回転時代に突入している男子シングルにおいて、食らい作るどころか世界をリードするようなジャンプ構成を取り入れ、世界チャンピオンを勝ち取り、それでもなお新しいジャンプを挑み続けているとは何事ですか。そして世界大会で優勝できていないという枷が外れたからか、本来の天才的な表現力が取り放たれて、グラビティと昭和のアリアはどちらも最高傑作の予感。 宇野昌磨の第2のスケート人生が確かに昨シーズンからまた始まったんだと思います、うん。とか言ってちょっと語ってみたくなりました。スケートもプライベートもハッピーで新しいシーズン試合に向かいますように。まあ、あのだから本当にトリプルアクセルが決まってなかったら本当にやめちゃってた可能性あるかなっていうぐらい結構危機的な状況だったところを一生懸命頑張って諦めずになったっていうところが。 その後に急速な爆進化に繋がってましたね。うん。MC さんこんばんは。オドレート,トゥーさん、えー、本当ですね。ステファンコーチに似ています。言われるまで気づきませんでした。すごく似てましたね。僕もこの女性の方の方がデビッドボーイよりも似てましたね。 うん、そして彼女の名前が出てきて少し驚きました。私も最近よくアメリを思い出していたんです、えー、理由は全く違う髪型のことなんですが実は三原選手に習いヘアドネーションを計画中です伸ばすために一旦肩を上くらいまで、あのー、整えてもらったのが去年の6月でした。 しかし1年以上経つのになかなか伸びません。今着るとアミリの量になってしまいます。それでここ最近ずっと迷っていました。あの髪型はきれいなお顔の人にしか似合いません。夏になる前に着れると思っていた自分が甘かったです。今年の夏はずっと結んで我慢になりそうです。 久しぶりにこんなに伸ばしてみてもいろいろと発見があり大変なことにも気づきました、えー、三原選手は確か今年で3回目だったと思います、えー、こんなことを続けてきたんだなと改めて尊敬ですあの舞ちゃんはヘアドネーションだったかな,なんか髪をねあのー、きなんか寄付ですよねそういった取り組みをされてますよねうんとても優しいですね今年もされてるのかな えっとゆうのやあさんどうもです。かぶさん、新メガネなじんできましたね。えー、レンズにカラーえ、レンズにカラー入ってますかレンズには入ってないと思いますよ。あのね、額縁がね、コーン、コーンですね、多分ね。レンズには多分入ってないと思うんですけどね。あ、でもこれ多分あれかな、あのー、サングラスの方でしょうかね。うん。かぶさんの顔によかっています。ハーネスで練習している人を見ると、マグロっぽく <laughs>。確かに。 マ <laughs> グロっぽく見えてしまいますね魚釣りなんじゃないのかって感じしますけどねでも確かに言われてみると魚釣りですよねうんその発想はすごくわかりますようんあの本当その通りだと思いますなんか名前変えてもいいんじゃないかなってちょっと思いますよねうん面白かったですあのなんかハーネスつけてあげるだけじゃなくてこう釣りみたいにくるくるくる,くる回してる、ね、いるんじゃないかなってちょっと思っちゃいますよねうん はい面白かったでですすマリンさんどうもです美肌にしたかったから絶対日焼けは百害あって一理なしです。漁師さんや農家のお年寄りは年齢以上に深いしわがあって日焼けもひどく肌は元気でもボロボロです。肌をきれいに保ちたかったらお日様に当たらないことです。当然肌も白くなりますよ。あとは水分補給、化粧水と油分補給。 乳液で美肌にななります。あーなるほど。うん、僕はねちょっと日焼けというか少しこう黒い方が好きなんですけど結構欧米人欧州というかの方たちは日焼け好きですねうんう皆さん日焼いてますねあんまり良くないんじゃないかなと思うんですよやっぱがんとか健康とかによくない気がするんででも聞いた話によると元から黒い人例えば まあタイ人だったりとか黒人は多分日焼けに強いんじゃないかなって聞いたことあるんです。これは名神なのかな人によって違うっていう構とでしょうかね、これも、うん。はい。MC さん、もう一頭です。えー、っと、そして「オドレート・トゥー・さんつながり」で彼女が出ていたダヴィンチ・コードの続編に「インフェルノ」という映画があるんですが、見られた方はいらっしゃるでしょうか。えー、コロナが取り上げられ始めた頃、ダイアナ・ ダイヤモンド・プリンセス号のニュースで一番にここの映画を思い出しました。原作者のダン・ダンブラウンは世界の人口がこの80年で3倍に急増したことを知り、人口抑制を悪役の目的にしたとかっています方法なるほど、うん。すみません、この映画は僕ちょっと見たことないのでわかりませんけど、そうらしいですね。その通り主人公の敵となるジョブ・リストの過激な方策を似て し,てしない限り,あの限りの地球の人工爆発に歯止めをかけることはできないという思想から大量殺戮を可能にするインフェルノというウイルスが開発されました。へということはこれシオンシオンンフィクションでしょうか、うん、サイエンスフィクションかなこの映画は。 もともとダビンチコードもちょっと見たことあるんですけど、まあ、ちょっとこう、ホラー要素が強いっていうか、そういう感じがあったと思うんですよ。ってことは、このインフェルノっていう、でも聞いたことありますね。うん。これはネットフリックスで見れるでしょうかね。このウイルスを拡散させ、人類が生き延びるために、今人類を半分に減らす。オわ100年後に人類が滅びようとも、今生きる人々の命を守るという漁師の戦いのお話です。 え武漢のウイルス研究所のお話が本当なら一体何の目的で研究をしていたんでしょうかこの映画のように人口を減らすため怖いですね、うん、えそれとも武力行使の代わりに使用するため思いがけず研究所から流出してしまい本来の使い方ができなくなってしまったためロシアの出方を見て今また武力行使に戻そうとしているんでしょうかえとにかく世の中、物騒すぎます。 日本の近くはロシア、中国、北朝鮮、韓国どう,かし,あどうしてこんなに並んでいるんでしょうか北朝鮮、韓国はまたそれぞれ血色の違うお話になると思いますがねということですね。あの皆さんあのアメリカで、えー、っと地下鉄細菌事件ってあったのご存知でしょうか、うん、これ結構昔なんですけどなんかあのアメリカ政府が 加わっててですねなんか細菌をです、ね、地下鉄にばらまいて、まあ、その菌がです、ね、回ることによってがんの発生リスクを高めたんじゃないかという話なあるんですよ。これを地下鉄サリン事件ならぬ地下鉄細菌事件というのがあるんですよ。これ調べてみると出てくるんですけど結構怖いですよ。うん、これ国からみでやってたらしいんですよね。でこの新型コロナの菌、これ武漢から発生したと言われてんですけど裏を,裏を返すともしかしてアメリカが関わってるんじゃないかなという話も聞いたことあるんですよね。 うんまあ、これは噂というか陰謀説かとは思うんですけど、まあ、そういった話もあるんですよ、うんでまあ、こういったまあ菌とかその感染とかっていうそのバイオテロみたいなものっていうのが本当にあるとしたらまさにシンコロとかサル痘、まあ、サル痘はちょっと分かりませんけどサル痘もちょっといじくってえ菌をいじくってバイオテロ化しせてんのかなっていう感じもちょっと、ね、あ,のある可能性もゼロじゃなかったりしますけど、まあ、そういったことも行われているっていうことをちょっと注意する必要がありますね。 うん、特にこれからさらになんか怖い世の中になってきそうな感じもしなくもないんで、うん、ね、仲悪くしてる場合じゃないんですけどね、本当はね、うん。あまりにも仲悪くしてると宇宙人来て地球を全部さらっちゃいますよね、やっぱりね。うん サダカエさんありがとうございます。え、仙台七夕祭りの見物に行ってきました。え、今年からほぼ通常規模での開催に戻り、コロナ禍前の姿にかなり近い仙台七夕の風景が戻ってきました。私は東京に住んできたときに含めてほぼ毎年見物しているんで、見慣れた光景が戻ってきて嬉しいです。え、今年の願い事はやはり世界平和とコロナの収束です。あとはやはり何よりも自分、 私の周りの方々にも健康に過ごせますようにということにつけます。 そして、かぶさんが行っているさまざまな活動がもっと充実したものになりますようにということを願う気もして、見物、ありがとうございます。なんか、うん。写真をたくさん撮影したんで、かぶさんや皆さんにもぜひお見せしたいと思いました。え、YouTube 用の業務連絡用のメワアドなどはございますかもしくは LINE などでも構いません。もしよろしければ教えていただけるとありがたいです。え、ちょっとね、LINE とかちょっとすいません、交換してないんであれなんですけど、写真は動画内でも使っていただいて構いません。 今日はこのコメントを投稿し終わったら、えー、寝るので、明日対応します。あのもしよければ、ですねあの空海さんの YouTube を、えー、開いて、ですねそこで動画を開けていただいているといいかなって思うんですけどもね。うん、はい、えー、そしてデープサリさんからなんですけど、あの人、嫌みに言っています。 えっと、金を取らせて、あ、金です、ね、金を取らせてもらったなんていうファンはいません。えコーチと羽生さんが努力して掴み取ったんです。え言葉の隅々に嫌味を感じます。っこれは、なんだろう。あれですかね。あの、なんだこれは、カナダに行って恩返しをしろっていうやつでしょうかね。うん。なるほど。 そして、あたびよこさんよろしくお願いします。かぶくんこんばんは。はにゅううず決意表明の何日か前に、クリケットのコーチ三人だけには会見をすると話したそうですが、あ、話したそうです。英語ではなかなかニュアンスが伝わらないから、会見を見てほしいと言ったそうです、うん。近いうちにクリケットに直接挨拶ができたらいいですね。すいません、えっと、前のコメント4回たなくて、あ、 そうですよね4回転アクセルのところ感じを間違えてしまいました。え、かぶくんが空気を読み、4回転アクセルと言ってくれてありがとうございます。いや、あれはね、あそこ4回転アクセルですよね。なんだけな,な、な、なんだったんだっけな。うん。そう、そんな感じなんですよね。はい。というわけで、うん。はい。まあ、あの、どうでしょうかね。まあ、クリケットに、まあ、直接挨拶できたらということなんで、まあ、挨拶もしに行きつつ、まあ、4回転アクセルも、あの、 ちょっとこう見てもらったり、なんてこともできないかなと思いますけど、ね。まあシンクロがね。さっきもマリニンさんおっしゃってました。気になるんでうん。まあ、そこがちょっと心配ではあるんですけどまあ、どうしますかね？はい。